こんにちは方程式チューバーですいよいよ受験が近づいてまいりました今回は勝手に受験サポートと称してひょっとしたらまだ解いたことのない問題または解いたけれども忘れてはいけない問題をセレクトして解説してみたいと思います今回セレクトした問題はこのような問題です方程式 x4 乗 -4x の3乗プラス 5x2 乗 -4x プラス1イコール0について次の問いに答えよ 1番 t=++ と置いて与えられた方程式を t の方程式で表せ2番動かしますね。2番は与えられた方程式の解を求めよう。さてこちらの問題四次方程式ですけれどもこの問題何か、X、にある数を代入して組み立て情報や割り算を使って 因数分解できるのではないかというふうに思われる方が初見では多いかもしれませんしかしこの問題の回答のポイントはこちらですカッコ1番カッコ番が誘導してくれていてその結果カッコ2番が解ける問題の設定になっていますけれども t=x+x 分の1と置くなぜここに x 分の1というのが登場したのかこのパターンの問題がとても有名問題です必ずこの問題はやり方を理解して えー、受験に臨んでほしいと思います。それでは解説をスタートさせたいと思います。よろしくお願いします。それでは括弧一番です。x プラス x 分の1、それを t と ok というふうに指示がありますけれども、初見で見た場合、丸1の x の4乗マイナス 4x の3乗プラス 5x の2乗マイナス 4x プラス1イコール0が x プラス x 分の1でどうやってやったら置き換えることができるんだろう。必ずそう思う疑問に誰しもぶつかると思います。 答えは簡単です。x 二乗で丸一を割ってあげれば済むんですね。ちなみに、丸一は x がゼロというものが答えにはなりませんから。実際には x はゼロではありません。x がゼロではないということは x 二乗で割ることができます。ゼロではないから。x がゼロではないから x 二乗もゼロではない。だから x 二乗で割ることができるということなんですよね。

組み合わせを見てあげましょう。緑と緑、つまり、x2 乗プラス x2 乗分の1、そして、青と青、マイナス 4x とマイナス x 分の4、マイナス4で繰り出してあげると、マイナスの4カッ x プラス x 分の1、5がそのまま残ります。イコール0です。さて、ここで、緑の x2 乗プラス x2 乗分の1、これを工夫するんです。無理やり括弧の2乗にしてしまいましょう。よろしいでしょうかなぜか。 これが x プラス x 分の1、これが t なんです。だから無理やり x プラス x 分の1の二乗にしてしまうことができる。ただし x、x プラス x 分の1の二乗は展開してあげると、x 二乗、前と後ろをかけて二倍プラスの2、そして最後、後ろを二回かけてプラス x 二乗分の1。真ん中の赤いアンダーを書いたプラスの2が邪魔ですよね。つまり、このの二乗から2を引けばイコールが成立します。ということで、緑は、 緑の x 二乗プラス x 二乗分の 1) 括弧閉じはどのようになるのかというと動かしますよ。このように書き直すことができるよろしいでしょうか。括弧 x プラス x 分の1の二乗マイナスの2マイナス4括弧あとは後ろ同じです。プラスの5イコール0ですよね。したがって x プラス x 分の1をここを t と置くことになりますからこの後ろの式を計算をしてあげたものつまりこの x+x 分の1の2乗マイナス4カッコ x+x 分の1カッコとじプラスマイナス2と5で3イコール0のこの x+x 分の1を t と置いてあげることによって答えが t の2乗マイナス 4t プラスの3イコール0ということになります。これが括弧一1番の回答した答えです。 ででは2番です与えられた方程式の解を求めようということでしたけれども与えられた方程式は t に化けたんですよねつまり t のス4 t プラスの3イコール0これを解けば答えが出てくるはずなんですただ単に t に化けただけ因数分解してあげると T-1 T-3 イコール0ですよねかけて3足してス4になる組み合わせつまり t が1の時と t が3の時になります まず t が1のときをやりましょうもともと t は何だったかというと t は x プラス x 分の1でしたから t イコール1というのは x プラス x 分の1と置き換えてあげてイコール1ですすべ、えー、てに x を両辺に x をかけてあげればこの式 x2 乗プラスの1イコール x ですから二次方程式にしてあげると x2 乗マイナス x プラスの1イコール0ですつまり答えは x イコール2分の 1>, 1プラスマイナスルート1マイナス4で2分の1プラスマイナスルート 3i がまず一つの答えとして出てきますあとは同様です動かしますね同様に t イコール3の時も同じですから t は x プラス x 分の1だったつまり x プラス x 分の1イコール3ですから両辺に x をかけてあげて x2 乗マイナス 3x プラスの1イコール0です。解の公式を使って、x イコール答えを出してあげれば、2分の3プラスマイナスルート5になります。そこで最終的な回答です。よって、四次方程式、四次方程式、一の答えというのは、x イコール2分の1プラスマイナスルート3がいと、x イコール2分の3プラスマイナスルート5になりました。この問題、 工事方程式で何か X に数字を代入してあげて組み立て情報や割り算を使って答えを求めてみようとしても実は無理な問題なんですね土台出てきた答えを見てみるとそうそうやすやすと答えが出せるようなものではなかったんですねこのような形で 特に t イコール x プラス x 分の1と置いて与えられた方程式を t の方程式で表せというこの有名問題は必ず何をやるべきなのかという最初の入り口そこをしっかりと押さえていただきたい問題の一つですお疲れ様でしたこれで解説を終了いたします